はい、今日は池原ダムの近くにある、近くでもないけど池原ダムからちょっと上に行ったところにあるかつて秘境にあった廃校ですね、学校、結構有名スポットなんですけど、そこかなり入り組んだ場所っていうかね、林道の奥にあるので、で池原ダムからの道は事故っていうか災害で閉鎖されてて通れなくなってるんで、ちょっと林道から行かないとたどり着けないということで、結構あったかくなってからじゃないとあの辺りの道って結構夜やばすやん、冬場は。だからあったかくなるまで待ってましたね。で満を持して今日は行くというわけですが、まあ、あいにくというかね、もうこのめちゃめちゃ天気いいからね、めちゃめちゃ天気いいからとりあえず車の数クソほど多いね。そこ池原ダムのあたりは多分バイクとかもクソほど多いからかなりだるそうですね。まあ、で吉野なんですけどね、こっからあと2時間ぐらいかかるかね、2時間、もうちょいかかるかな、2時間半ぐらいかかるかな。169号線、こう1年ぶりぐらいですね、1年ぶりじゃないか、もう2年ぶりかな。まあ、この辺りに対して変わり映えがないので、2年ぶり3年ぶりでもあんまり変わらないですけどね。まあこのルートも夜中はクソほど速いペースの地元の車のやつとかいるからね、まあ、毎日こんなルート通ってたらそりゃ飛ばすわね、こんなクソだるいルート毎日通ってたら。こんなたまに来るからいい道やなって感じるんであって、普段の生活圏にこんな道あったら絶対だるいよな。やっぱりなんか、まあ、ちょっと僻地の生活、まあ、空き家バンクみたいなのを探してて、で空き家をチェックしたらだいたいこういうとこですみたいな場所の特定が可能な情報があるんですけど、そこで、まあ、Google マップ見て、まあ、だいたいここかなっていうのを見て、でまあ、仮にここに住んだらどんな感じかなっていうのを妄想するんやけど、妄想っていうか想像するんやけど、するとやっぱりねかなり厳しいんですよね。まあ、紀伊半島の下の方、熊野、三重県の熊野市っていうところの熊野のさらに田舎、だからこの169号線のもっと行ったところにある空き家なんかは住んだらめちゃめちゃあれやで、スーパーまで30キロ以上かかるから往復で60やん。仮に毎日そんなん無理やから、まあ3日に1遍2日に1遍ぐらいのペースで行くことになるけど、スーパーは。岩すごいぜ。まあ大してすごくはなかった。目のクマやばいの、もうクマが取れん、目のクマというか目の下がなんかたるんできてるね、これ。長戸博之みたいになるんちゃう、これ。もういき、これ成長したら長戸博之みたいになるぞ、これ。このクマが、ここ大迫ダムか、大迫ダムっていうダムね。ここ大迫ダムっていうダムの周回道路なんですけど、まあここまあ見ての通りなんかかなり回送路みたいになってて、なんか煽り運転が多発してますね。さっき見て、こうちょっと休憩しながら見てたらめちゃめちゃ煽ってる車とかバンバン通ってる。イエローカットじゃないから行けるんやけど、ちょっとなんか真ん中のところに、なんていうの、キャッツアイみたいな、キャッツアイっていうの、キャットアイっていうの、なんかデコボコしたやつ、あれが設置されてるので、追い越しにくいらしく、追い越しにくいからこそなんか煽り運転が発生してるね感じ。あ、ここからループ橋かな、高見峠のループ橋よりは走りやすいかな。こんな感じです、普通ですね。まあ、最初来た時は感動したから、岐阜とかあの辺りは結構ループ橋っぽいのはあったから、それでも慣れたっていうのもあるかな。紀伊半島にはあんまないんですが、
マップで見ると169号線は168号線よりも短く感じる。まあ、実際どうか分からないけど、でも走ってみると169号線より168号線の方が走りやすいというか速いですね。やっぱりまっすぐの道やからかな。バイパスとかできまくって、まっすぐになってるからか。うわー、花粉すげえわこれ。杉の木お前切り倒してくれや、誰か切って切って切りまくってくれよ。杉の木を、杉の木を切ってクヌイの木を植えてくれ。クワガタがいっぱい来るように。クヌギの木とブナとミズナラとコナラとで、まあそういう木をいっぱい植えてくれ。すげえぞこれ、杉の木ばっかりやん山。それ花粉も多いですわ。はい、林道三切り線か。はい、もうすぐですね、三切り林道という林道に入ると思います。で、その三切り林道からまた進んで坂本ダムというダムに下り、ここか、ここかー。こんなん分かるわけないっすね。しまって、三切り林道どう行くん、ここか、ここで合ってんのか。はい、じゃあ三切り林道を抜けていきます。で、三切り林道を抜けて坂本ダムというダムに向かいます。どんな道か分かんねえか、ゆっくり行こう。おーっと、なんかね、169号線がぶっ壊れた時に災害で、池原ダムに行くルートとして迂回路でここが通らされたっていう時があったらしいね。その時俺行ってないけど、すごいね、池原ダム行くルートでここ通るんか。見晴らしはいいのか悪いのか分かんねえな。山がとにかく、なんか戸塚の方の山奥って感じかな。道路に穴開いてるか、これ気ぃつけた方がいいな。なんか信号っぽい、信号でなんか、よっしゃ、ドゥカティに乗ってる人が信号でこういうなんかこういう溝にはまって事故ってたけど、そんなことが起こりそうな道ではあるな。とりあえずこの溝に落ちたら終わりやからな。こんな大型バイク、こんな引き上げんの無理や。丸一日かかるわ。おっしゃー、これウィンカーじゃ、ホーン、このバイクいざという時どこのホーンやったっけって思うからな。原付と一緒やんけ、音が。もはやガードレールすらなくなったぞ。疲れるこの道。もうカーブミラー倒れてるし、おー、やっとなんかそれっぽいとこに出た。はい、三切り林道頂上到着かな、これ。三切りトンネル行きます。普通のトンネルか、行者帰りトンネルっぽいな、それの短いバージョン。寒い。さあ、トンネルを抜けまして下っていくだけですね。あとはスピード、このスピード遅いんやけど、もうしゃあないよこれ。落石いっぱいあるし、もう砂利浮いてるし、路面剥がれてるし、めちゃめちゃやん。
ゲームやってるみたいな、障害物、酒。落石、道でこぼこ、路面剥がれ、中央に砂。ほんまやったら池原ダムの渡ったところからそのまま進めるんですが、その道が今崩落していって工事中で通行止めになっているので、わざわざこの迂回路で来ているというわけですね。三切林道じゃないとこんな道通らんからな普通。うわー、突っ込みそうになった、突っ込みそうになった。今のとこ対向車ゼロやな。もうこのままゼロであってほしい。こんな道、こんな道、こんな道、対向車のこと意識したくないわ。対向車のことを考えさせないでくれ、こんな道。うん、素晴らしい山桜ですね。なあ、俺もうダートになっとるやん、ここ。おーい、ひでえな、もうダム湖遠すぎ。お、山桜が綺麗ですね、ここ。また登ってるやん。長すぎだろこの道。三切林道えぐいな。三切林道えぐすぎやな。なんじゃここ、もううざい、うざすぎる。こいつまでかかんのこれ、この道長。さっさと降りたいんだけど、見てくれ、穴開いてる。トラップまみれやな、このクソ道路。タフロードやな、この道。タフガイロードやな、この道。怖えー、下見たらめちゃめちゃ怖かった。下が怖えぞ、これ。死亡あるのみやぞ、これ。なんか変な小屋がありまして。怪しいな、この山奥。いるかい？買ってしまってます。硬すぎて無理や。アーノルド・シュワルツェネッガーばりの握力ないと無理っぽい。これこう上から見えるやん、屋根がぶっ壊れてるから。なんじゃこりゃ、ゴミ捨て場か。はあ、行きましょう、さっさと。三切林道結構来まして、あともうちょっとで坂本ダムですね。で、坂本ダムから先に行くとその小学校があるという感じですね。これから熱帯気候になってくると、こういう林道も通れないところがいっぱい出てくるやろな。台風の度にも崩壊してたら工事いくらやっても間に合わん。ここが坂本ダムだ。425を向こうに進み、さらに山奥に行くとその廃坑があると。やっと降りてきましたね、ここまで。もうここまで降りてくる前もうしんどかった。風そして強いね。こういう環境の中でよく持ちましたね今まで。いつ廃校になったのか分かんないけど。